東大寺のビルシャナ仏、ビルシャナ仏は、大乗仏教における仏の一つ。華厳行において、中心的な存在として扱われる御事格である。密教においては、大日如来と同一視される。尊名は、華厳行では、社の字を用いて、ビルシャナ仏、大日系では、社の字を用いて、ビルシャナ仏と表記される。ビルシャナとは、サンスクリット語のバイラチャナ。 バイローチャナの音訳で、巧妙変上を意味する。ビルシャナ仏とも表記される。略して、ルシャナ仏、シャナ仏とも表される。史実の人物としてのゴータマシュッタールタを超えた、宇宙仏。宇宙の真理をすべての人に照らし、悟りに導く仏。ビルシャナ仏については、ゴン行に詳しく説かれている。シ言宗などの密教における、マカビルシャナフツは、 大日如来と呼ばれ、成立の起源を、ゾロアスター教の前の最高神アフラマズダーに求める、学説がある。仏像では、聖武天皇の骨眼により作られた東、大印社那仏像が有名。同様に、元神が改装した、東照大寺近道の中尊も、天平時代の脱冠出像として有名であり、元神が中国からもたらした、正統様式の作風を伝える彫刻として、 貴重な存在である。ありがとうございます。